はデイキャンプをするよ。お昼ご飯を作っていきます。ではもう来とるけど行ってこーわーい。キャリアバッグ買ったんよ、お手頃のやつ。それでとりあえず試しにデイキャンプをして感覚をつかんでみようという。ここに食材を入れてます。じゃん。ミニトマト、オリーブオイル、ごま油、ポークビッツ、氷、カルタフリーノンアルコールビール、お腹周りの脂肪を減らす、よし、ハーブソルト、あおー、お水、牛ミンチ、焼き鳥缶、チーズ、こちらにはコーヒー作るやつ、椅子とかなかったらいかんね、レジャーシートとエアマット持ってきたんやけど、テーブルがあるので使わない。ひよこちゃんキャンプクッカー、これを使って料理します。やっていく。じゃじゃん。チキンラーメンは含まれません。これは買って入れておいたの。ひよこちゃんかわいい。ここに取っ手がついていて、岩谷のガスコンロ、コンパクトのやつ、しょ、こんな感じ。足は3本。こちらにはキンちゃんラーメン。あとね、100均でいろいろ買ってきたんよ。これは風よけ、焚き火シート、ステンレスのお箸、レンゲ、お玉、トング、チュムズ、チャムズ、チャムズ、チャムズの鋳鉄製スキレットミニ2っていうスキレット、これも雑誌の付録です。あららら。開封します。じゃん、めっちゃちっちゃい、かわいい手のひらサイズ、めっちゃミニ、かわいい。小人のお鍋みたい。これちょっと乗らんね、微妙な、まあ乗っとるけど、このミニ焚き火台ならハマりました。火も絵になるんじゃないかっていう感じですけど、このチキンラーメンのひよこちゃんのお鍋とチャムズのスキレットでお昼ご飯作るぞ。カセットガスを入れる。どっちだ。これはどうするの。ここを動かすんだね。わからん。あ、こうか、できた。これ足どのぐらいが正解なんやろ。こんなもんでいっか。で、ここをカチカチ出しつつ、出た。風が強いんか。お腹気
は風よけ。こうしたらこうなるよね。どうするの。なんか縦型のやつ用かということは。はい。で用意いたしましたのはキッチンバサミ。どうよ。風よけができました。で、これでつけていくよ。来た。あ、鍋にお水を入れます。乗せました。なんか傾いとるけど、本当に燃えんのやろか。溶けたりせんのかな。100均の風よけ。はい、じゃあこれでコーヒーを入れていくよ。これが2つフィルターとコーヒーミルでコーヒーが溶けるらしいので、これでコーヒーを入れていきます。説明書見てないけど、これはスタバのいつもスマトラトラスマトラっていうお鍋が好きなので、これを入れていきます。いきます。なんか粗さが入るかな、一定かな。結構崩れてる感があるよ。ここをピロッと出して、それでお湯を注ぐ。あ、ちょ、ね、素手で触ったら熱いわいね。よし、こっちでチュムズのスキレットを使ってお料理をしたいんですけど、この着火剤付きの炭を使ったら煙がすごい。この煙大丈夫？煙すごくない？火事レベルやん。え、大丈夫？なんか油まみれになる。え、これほんと大丈夫？これ。あ、着火剤の、すごいな、着火剤の、なんかヤニみたいなんが、バーって、出たんか。で、落ち着けば、煙は収まって、これを置いて、おし、煙でなった。なじませる。じゃあこれに牛肉をのせる。ぴったり。味付けがこの中よ。お塩パラパラ。夢島街道の湯気塩をブラックペッパー、パラパラー。弱い。みんなアルミファイルで蓋をします。よし、これでじっくり火が通るのを待ちます。ではコーヒー入れていきます。できました。まだちょっと気温が高いので氷持ってきたのを入れます。アイスコーヒーするよ。朝田でお豆から引いて入れたコーヒー実食。いただきます。うん、おいしい。ぬるいと冷たいが混在してるよ。なんかね、こうなんか安定せんなと思ってさ、やっぱちょっと間違えとんやないかと思って触ってみたら、
もう一回転するんやったね、やっぱり。安定した。間違ってたね、組み立てが。もうちょっと足してラーメンを作ろう。このボトル便利。お水なくなったらぺったんこになるし、自転車キャンプにめっちゃいいね。100均だよ。ついに時が来ました。ラーメン用のお湯が沸いたので、チキンラーメンを入れます。チキンラーメン久しぶり。うまっ。焼き鳥を入れていく。卵、この卵ケースも100均。シャコシャコシャコかける。インラーメン親子チキンラーメンできた。磁石。雨降り出したけど気にしない。いただきます。うん、おいしい。これはチキンラーメンが化けました。めっちゃ美味しいよこれ。ぜひ作ってみてください。これほんと美味しい。はい、じゃあこちらのミニスキレットの牛ひき肉どうなってるでしょうか。ちゃんと煮えてる。ちょっとひっくり返してみます。油が、肉汁が、よいしょ。うん、ちゃんと火が通ってる。チーズを乗せていく。よし、これで再び蓋をして、はい、ではオープン。わー、おいしそう。チーズハンバーグ、牛 100%。 あ、肉汁がすごい。こぼれないように気をつけないと。よいしょ。ほう、ほい、ジュンジュワーです。これが熱そうですね。磁石。これめっちゃいい。このスキレット多分見た人みんなちっちゃって思うと思うんだけど、私これめっちゃ好きです。これキャンプにもぴったりやと思います。キンちゃんラーメン、パカッ。うん、おいしい。キンちゃんラーメンおいしいな、みんなで一緒に食べようね。どう置いたらいいかわからない。気持ち悪い。あ、おいおいおい。あ、セーフ。ビールが合うおつまみになりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。この2つのお鍋でお腹いっぱいお昼ご飯食べれました。ごちそうさまです。ラーメン専用に作られたお鍋やけん、めっちゃラーメン作るのにいいサイズ。うちは、まあ、サイドでちょこっと作ったりするのにすごくいいなと思いました。私は気に入りました。これシャムズ
のミニスキレット、まだテントがないので一泊のキャンプがマイテントではできないんですけど、これからテントもゲットしてちゃんとキャンプをやりたいと思います。今日は初めてのデイキャンプ、楽しかったです。今回はこのビアンキ、ビアニローネちゃんでデイキャンプにやってきたんですけど、このニローネちゃんは街乗り仕様で使ってて、でこの自転車をこれからキャンプ仕様で使っていこうと思ってキャリアつけてバッグ積んでしたんですけど、タイヤ今まで 25C のタイヤを履いてたんですけど、キャンプ仕様にするのでコンチネンタルグランプリ5000の28C に変えました。結構クッション性があって乗り心地良くなりました。重い荷物積んでても小さい段差とか気にせず乗れるようになりました。パンクもしにくいみたいなので長持ちしてくれたらいいなと思います。これから自転車キャンプ楽しんでいきたいと思います。じゃあちょっと雨もまた降り出したし帰ってこーわーい。